ボールが渡ると何かやってくれそうとスタジアムのボルテージが一気に上がる。サイドを切り裂くドリブルでチャンスを演出する木村貴也選手です。ファジアーノ3シーズン目の今年は足首の怪我で試合に出られない日が続きましたが、先月カムバック。持ち前の明るさと局面を打開するドリブルでチームを勝利に導きます。東條のこれだけは聞きたい。取材などで集めた情報をもとに木村選手の履歴書を作成。その履歴書をもとに木村選手の素顔に迫ります。小さい時からドリブラー？そうですね、もう小学校の時からずっとドリブルしまくってましたね。監督に怒られても続けてました。怒られても パスパスって言われてもそのまま行き切っちゃうみたいな、もう行き切ればもういいでしょうみたいな感じでずっとやってましたね。自分らしさはそこで成長したのかなと思います。去年とか今年入れたらまあ20個近くは多分やってきたんじゃないですかね20ですか？もう覚えてないネタも結構ありますけど。もうプロじゃないですか？ちょっと気になるんですけど、モノマネちょっと作戦会議していいですか？作戦どのネタがいいか。ほう、これは PK を蹴るバイス選手か、ラグビー元日本代表五郎丸選手か。あーバイスだ、大き方バイスだ、絶対バイスだ、これはバイスでしょ、だってあれ嘘でしょ、こっから五郎丸ある、いや五郎丸あるか、いや絶対五郎丸、それやるの五郎丸だもん、五郎丸しかないな、バイスでした、バイスでした。セットなんですか今の？これ完成セットです。ここで突然ですがカジさんにクイズです。この後木村選手がある選手がファールをもらった時のモノマネをしますが一体誰でしょう、うん、どうですか？あ、ここまでまだこれ誰？ここまでは、誰でしょう、はい、誰だ、はい、ということで一体誰でしょうか、カジさん。わかりづらいな、このこけ方する。これこれ当ててください。ステファン・ムーク。正解は？アンさん怒ってる。アンさんダメだ。アンさんすいません。ノースイマス。ノースイマス。アンさんいつもありがとうございます。正解はハンイゴン選手でした。似てますよね。サポーター人気ナンバーワン。そんなことはないんじゃないですか。真ん中よりかはちょっと上なんじゃないですかと本人は謙遜していますが、練習場には連日木村選手推しのサポーターの姿が。じゃんけんしてください。じゃんけん最初だけ。じゃんけん、じゃんけん、はい、じゃんけん、負けてあげてんだよ。負けてあげてんだよ。一緒に変顔で写真撮ってもらっていいですか？変顔で変顔。ありがとうございます、はい、大丈夫ですか、はい、こうしたサポーターの応援を力に活躍を続ける木村選手。残りのシーズンの目標もらしい答えが返ってきました。楽しむ気持ちです。今シーズンずっとこれを意識してやってるんですけど、やっぱり僕自身がこう楽しんでサッカーしてないとこう応援する方もこう盛り上がらないと思うんで、僕自身がサッカーを楽しんで全力でこう自分らしいプレーすることがこう勝利にもつながると思うんで、そこをこだわって楽しんでやっていきたいなと思います。これが私の履歴書です。